旧駅舎、三岡駅は、大分県日田市大和座友田にある、九州旅客鉄、道久台本線の駅である。夜明け駅から乗り入れる日田彦山線の列車も利用が可能である。当駅日田駅間の大交バス1971年2月10日から、無人駅になった。島式ホーム一面2線を有する地上駅。かつて木造駅舎があったが、 老朽化のため2006年12月に解体された。その後、跡地には、健やか、三岡と名付けられた待合所室と、トイレが一体となった施設が設けられた。当初、JR 九州は駅舎を新築しない予定だったが、地元住民からの要望により、日田市と JR 九州が事業費1450万円を負担して建設したものである。駅舎とホームは、 校内踏切で連絡している。無人駅。2006年11月25日をもって、駅前の森山生菓店で行っていた、乗車券の委託販売を終了した。2番線を主本線とする一線する方式で、各乗り場の振り分けは、以下の通りで一定しない。北彦山仙台コバスは駅前からの発着である。なお、通常ダイヤでは当駅での特急列車同士の、 交換は設定されていない。1965年度には、乗車人員が202,065人、降車人員が194,502人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2013年度の乗車人員は45,627人、降車人員は48,281人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版。 大分県統計年間による年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。ありがとうございます。